はい、皆さん、改めまして、こんばんは。こんばんは。今日から始まりました、和歌山ブラッと、ということで、ちょっと食べましたが、食べましたね。和歌山をブラッということよね。なるほど。こう、よく和歌山って言ったりもや、ブラクリ町でありましてね。はい。ブラ、ブラって多いですよね、うん。なんとかブラクリ町とか、で、別に何も落ちないんだけど、ちょっとそういうことで、うん、和歌山を知っていただくというね、これ全国で和歌山ってね、なんかね、岡山に似ちゃうとかねって言われるんですけど、結局ね、県で行くと歌っていうのが一つしかないですよね。そうですね、歌の入ってる、で和歌山の和は和むですよね、はい、で歌ですよね、はい、で山、はい、でもすごく自然がいっぱいで、うん、もうね、全国各地行ってもいっぱい言われるんですよ。和歌山ってどこってまずは言われるんやけど、うん、あそこかい、パンダの白浜のとこかいとか、はいはい、お魚おいしいとこかいとか、うん、もう自然の山、海があるとかって、うん、そう言われるんですけども、このね、番組でちょっと、和歌山をもう一回見直そうということで、なるほど。まあ、地域和歌山のために、これ全国に、世界に発信するわけで、このブラッと、まあ、技術スタッフも大変だと思いますけども、ね、そこを、ちょっと紹介していこうということで、なるほど。今日から始まりました。いい企画ですね。ね。素晴らしい。で、まあ我々ももちろん行ったところでないと紹介しにくいですよね。そりゃそうですよね。ちょっぱらからですや。今日はもうあそこやっていうのがあると思うんだや。うん、ところがスタッフのね、スタッフが一番一押しやって言うて、言うてる、くれたもんがあるんですけども、うんうん、はい、これいいですか、最初からもう紹介させてもらって。うん、ね。行ったこと実はありますか今じゃ。実はね、名前は何回も聞いたんです。あるのよ、僕も。ものすごい有名なんよ。有名です。49年生きてきて行ってないよ。僕も43年生きてきて行ってないです。行ってないよ。だけどものすごいとこなんやな。そうです。で、そういう地元で住んでても行ったことのない、うん、でもすごいとこなんやという穴場もあるわけですよ。ですね、そういうところを、うん、まあ皆さん、和歌山に住んでる皆さんも関西、そして関東、はい、全国ね、一回行ってみたろっていうのね、感じの場所を紹介していますから、うん、ですね、はい、ぜひ楽しんでください。はい。はい。ということで、おっ。さあ、行ったことないからどうしようかないか。これがまた大変な。行ったことないんですけど、ね。ないやけども、うん、大体イメージ分かってます。ね。ね。はい。はい、イメージ分かってます。はい、まず、どんなとこかと言いますと、森林公園でございます。はい。しかも海南、地元海南というところでね。なるほど。高速道路で行きますと、海南東インター降りて、約、車で20分ぐらいというところで。はい、まあ、関西の方だと分かりますけどもね。車で行ったらそうなんですけども、うん、駅で、駅でって言ったら JR で行くと、うん、これ海南駅下車です。はい。そこからバスも走ってないです。そこからはタクシーかなんか行かなあかんので、まあできれば車で行かなあかん場所です。はい、だからまあどちらかというと、もう和歌山はね、本当に車社会ですのでね、うん、そうですね、もうタクシーかそういうしかないですけども、うん、まあぜひ、その場所をね、これから行ってみたいなと思えると思いますから、これから紹介させていただきます。うん、はい、何がいいかと、うん、雨の森って言います。ああ、もう名前はね、名前が皆さん聞いたことあると思いますけどね。ね、ね、うん、でも雨の森って言うと、なんかちょっとこう寂しい。そうなんですよ。なんかと思うんですけど、実はロマンティックでものすごく夜景とかも綺麗で、もう晴れてる時は360度のパノラマでね、うん、四国もとか見えるんですよ。見たことあるんかいって話ですよね。でもね、想像できるんです、うん。もうそういうところは僕行ったことあるんで、うん、多分あそこら辺から見たらこうなんねやろなとかっていうのはもうやっぱり和歌山でね、生きて49年でございますから、大体想像してます。ということで、まあ喋ってばっかりしても分かんないんで、ね、はい、一回ちょっと、どんなとこかちょっとね、動画を、動画っていう感じで見てもらいましょうか。よろしく。はい。それでは、
おお、いいね、やっぱり。いいとこですね。やっぱりでも想像した通りやったっていうわけでもなくて、想像した以上に高いね、うん、結構高いですよね。高い、あのえこんな高い山あったかなっていう感じなんですけど、僕夕日結構見に行くから、はい、あの夕日100選にも選ばれてるということで、うん、かなり有名な場所なんよね、これ。まあね、うん、すごいですね。でハイキングコースもあるっていうことでね。そうだった、これいいね。いいですね。いいですね。ちょっと行かないきませんね。ちょっとこれいいですよ、これなんかね、県外にね、だからハイキングコースとか野球行ってたら県外行くじゃないですか。近くにあるんやっていうこと。そうよね、近くでもうちょっとこう歩いてやね、うん、この和歌山の土地をもうちょっとね知らしめてあげたいね。まあそれもさっきちょっと笑えてきたのがね、うん、初めて今動画見させてもらったんだけど、動画を見せる時っていうのはすごくこだわるわけですよ、うちのスタッフね、うんうんうん、でちょっとあれって見てる、これ単車で走ってるなと思うね。はいはいはい。この動画どうがしたんって思うぐらいあ誰撮ってんのって感じでしょ。まあまあスタッフ3人ぐらいで撮ってるでしょうね、うん、でもご覧の皆さん今聞いたんですよ、うん、そしたらね、僕の同級生がですね、うん、こういうあの一人で自分乗りやってる。一人ですよね、すごいなと思いました。単車で走ってる、向こうから来てる単車を自分で自分乗りするっていうことはすごいですね。トリッパーさんトリッパーさん見てくれてるからすごいない。すごいです。もう普通に見たら、うん、やっぱりまあ最悪でもまあ2人、そうそう、誰かがこうやって撮ってカメラマンが撮ってるやと思ったら、一回カメラ向こう置いてまた戻って単車に乗って、すごいですよね。どんだけ暇人やっていうかこだわりなのよな、やっぱり。でもすごい角度が一人で撮ってる割にちゃんと撮れてるもんね、うん、いいですね、本当にいいですよね。で今日はその動画をね本当にご協力いただきまして、あのありがとうございます。ドリームナビのためにね貸していただいたらしいんでまあこの場を借りて御礼申し上げます。はい、はい、ありがとうございます。まあでもこういう動画があるからこそ逆にね、うん、安心してこう紹介させていただけるんですけども、うん、まあハイキングコースにもなってるということですけどね、うん、これ昼間はなんかこう鳥でもこうね、鳥の声がこう聞こえてるような感じですわ、うん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 、で夜景があったら多いな、まあ一人でこう深呼吸するのもええし、でまあ彼女で行くのもいいですよね、うん、いいですね。今やったらどんなシチュエーションで行きますか、こういうとこって。なんかなんていうのかな、あの桜とか咲くんですかね。桜は咲く、咲かないですかね、うん、なんかやっぱりその花火でもそうですし、なんかこう、そうやね、お弁当広げて ね、はい、広げてね、ハイキング気分でこう、うん、確かにやって、うんうん、でちょっとこうキャッチボールみたいな、なんかこうやったりとか、ね、ちょっとやったりですよね、うん、ほんでその行き過ぎてボール下をしても、うん、あらみたいな、何してんのよみたいな、要はあるまでやりすぎやんみたいな、うん、そういう本当にこう家族のそういうまあ日常的なところって、ね、最近はそれないと思うんですよ、うん、なかなかそういう機会がないと思うし、家族でそういうことに出かけるっていうところないと思うんで、ね、だからそういう家族なんらん、そういうねところですごくいいと思いますね。これでもまあちょっとどれぐらい走ってるかは想像つかないんやけど、うん、こう静かな場所ってすごくいいけど、うん、逆にちょっと静かな場所で熊とか出てきたら怖いよね。怖いでしょうね。たまに僕最近そんな、いや山ってやっぱりなんか出てくる場合あるんで、まあ、そういうのは気をつけなあかんから、まあ、ちょっと一人で行くっていうのはね、うん、まあ、さっき同級生物好きで一人で行ってくれとるぐらいやけど、まあ、そんなに危らないとこなんかもどうか分かりませんけど、うんうんうん、ちょっとやっぱり高いらしいからね、うんうんうん、そこら辺はまあ皆さんね、何人かで行く方がいいと思います、ね、これはね、僕が行ったことないですよね。怖いらしいです、夜行くと。あ、ま、それスタッフらが行ったら、だからこそ逆に夜景が綺麗なんやけど、若い時とそうよね、うん、誰もいてないとこ行って綺麗なとこ見たいっていうのはもちろん度胸試しでいいんやけども、うん、そういうね、やっぱりちょっとカップルとかで行った時になんかこう若い子が溜まってる場合あるよね、たまにね、うん、たまにですよ、うん、だそんなの出くわしたら怖いやん、うん、そこら辺はまあ夜行く時はちょっとこう気をつけていかないといけません、ね、きますよね、はい、ただちょっとこの VTR で、ね、もう一個あるね、うん、夜景というのがあるんやけど、はい、これちょっと見させてもらっていいですかね。ね、もうちょっとだけ見せてくれるって。なるほど。もう興味があったらやっぱり実際行ってもらいたいっていうね。それ行ったことないもんね、僕ら。これをよ、一番最初に俺ら和歌山プラットやるぞって意気込みはええんやけど、うん、どうするの、これ行ったところにしようかまあ、これ徐々にね、うんうん、まあでもそれはそれで、ちゃんと、はい、こうやってシナリオ書いていただいてるんで、そうですありがとうございます。まあ、はい、じゃあ夜景ちょっと行きましょうか、はい、ちょびっとだけ、ほんまに短いですよ。はい、ちょっと
いいね、ちょっと今や、うん。